岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずは西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。内へ低めに変化しました。アウトコース打ちました。バッターは DH 柳田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まってストライク。スピードボールを持っています。変化球空振り、2アウトになりました。バッターボックスには3番坂本。2アウトランナーありません。追っつけて打ちました。さあ、これからベイスターズが守備につきます。新庄が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ストライク。カウントはノーボール2ストライクです。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている坂本。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上山本、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。2球目決まっています。してくるのか。ツーストライクです。アウトコース打ちました。クリーンアップが登場します。バッター吉田、ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか。際どいコースに送ってストライク。バッターよく見ました。打った。打順は4番中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。インサイド見送っています。156キロがいきなり出ました。インサイド落ちました。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあ、何を選択してくるか。インサイド打ち上げました。詰まりながらもセンターへ。2回になります。ベイスターズの攻撃。バッターボックスは4番丸。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければ。打ちました、流しました。5番バッター吉田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、まず1球目インサイド決まっています。スピードボールを持っています。さあ、2球目は何か。インサイド落ちました。見逃して三振です。ツーアウトになっています。6番バッター浅村。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。高めの球ストライクになります。ここは150キロを超えてきます。ボールになります。いいボールですね。はい、ア
アウトコース変化球が決まってストライク。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。打ちました。2回の裏ホークスの攻撃、バッターボックスは5番ローズ。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で最終初球打ち。バッターボックスには指名打者の鈴木、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、できれば低めを打たすところにしたいですね。なるほど、そうですか。外の球打った。さあ、そして打席には村上が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ワンアウトになりましたが、二塁ランナー帰ればサヨナラという。変化球打っていった。